とりあえずもう一回始めました。えへへってね、いやーほんとね、あ、中国はもうすごい変わるんですよね。まあ何をつけても自由なんでね、だからなんだと思うんですけど、でね、ここのキッズーナなんてのかな、今このキッズーナはもともとあれでした、あの IT シティっていう結構でっかいパソコンのあのお店があったとこなんですよ。これ全部そのお店だったんですよね。もうほんま子供専門のなんかになってますね。なんか寂しいな。そしてこっちには電動バイク29,900バーツから22,500バーツ。そうか、22,500バーツとかするのか。まあでも結構ちょっとしっかりした自転車っぽいのもありますね。3,490バーツ、3,290バーツ。なるほど、ドリームワールドはまだあるんじゃないですか。ドリームワールドは、ちょっとそういうあれやな、一回ちょっと僕さっき受け取ったお釣りがちょっとこまごまあってポケットに入ったままなので、一回それをちょっと財布に移すのに座りたいと思います。でちょっと一回汚いな、こっちにしよう、ちょっと一回置いちゃいますね。ドリームワールドでね、前にあれでしたよ、あの一眼レフのカメラを持って行ったんですよね僕。まだあの携帯のカメラとかがまだタイのやつは特にそうだったと思うんですけど、ちゃんとした写真撮れるような感じじゃなかった時代です。その時に一眼レフのカメラをドリームワールドのあの雪のとこ持って入ったんですけど、一瞬にしてレンズが真っ白になっちゃってまともに何にも撮れないんじゃないかっていう、そういうのに一瞬襲われましたね。まああの中で鳴らしながらフキフキしてなんとか写真撮ったんですけど、小銭が、あ、オッケーオッケー、出ました出ました、午前も。あそこの遊戯乗った、あ、乗ったんですね。危険かも、いや本当そうですよいや本当そうです。ちなみにあれでした、僕はあのまだあの時結婚前やったんかな、まだ嫁が彼女だった時代だったと思うんですけど、まあドリームワールド連れて行って、で嫁が何に乗りたいかと言ってね、ジェットコースター的なやつはちょっと怖いなっていう話になって、絶叫系はまあ乗らないみたいな、まあまあ性格的にそんな嫁なんです、嫁そういう感じの人間なんですけども、あれですか、なんだっけ、パイレーツとかバイキングという名前で呼ばれてるやつあるじゃないですか、あの船の形をしてて、で、ゆらゆら揺れるやつ、あれを見て、あれは楽しそうって言ったんですよ。いや、でも、俺はあれが一番怖いと思うけどなって言って、言ってたんで、
まあ、じゃあ一人で乗ってくれよって、いやでも絶対一緒に乗ってくれみたいな話になって、まあまああのドリマルのやつってあんまり大きくないんですよね。だから、まあ、これぐらいだったらまあいいかなと思って一応乗ったんですけど、あれちょっと、あ、揺れるやつね。そうですそうです、あのもうだから巨大ブランコみたいな感じで揺れるやつですよね。あれに乗ったんですよ。で、まあ、動き出して、まあ、僕はまあこれぐらいの怖さかなっていうのを知ってたんで、まあもちろんね、あの僕もあのうおーって思ったりはしたんですけど、まあうおーって思うぐらいで、まあまあまあそれで終わりだったんですけど、あれでした。嫁は本当に恐怖で固まってました。あの泣きかけてました。だから言ったのにみたいな、こういうのが、こういうのが一番怖いんやってみたいな。あれ売ってないかな。これはどうやって止めんの。挟む形式で、あ、ここでロックするのか。やばそうやな、これ。やっぱこれはもう日本で買うか。日本で買うのが一番しっかりしたやつ買えそうですね。炎の寸劇、あれすごかったでしょ。ものすごい煙でも出たでしょ。あのアトラクションショーみたいなやつね。あれすごいですね、あれね。あ、日本じゃ絶対危険でやっちゃダメですもんね。あれ見た時僕はタイならではのものをちゃんと見れてよかったと思いましたよ。あ、こんな配信用にいいスクリーニングマイクがあるじゃないですか。そうか、こんな感じか。スタンドもこんな感じね。いや、あのね、スタンドをね、僕なくしたんですよね。スタンドっていうか、まあこういうのでいいんですけど、でもまあ立てる時もあるしな、やっぱ開くのがいいよな、完全なセルカじゃなくて。これは立てられないもんね。下の部分って開かないよね、うん、これはここの固定もこういう感じか。なんか出してくれましたよ、こんなものもあるよと。そうか、でもこれも握り棒なんですよね。ちょっとでかすぎるのもあるしな。熱くるしね。射撃できるので良いの。あ、射撃できる。あ、そんなとこ あったんですかね。あんまりはっきり覚えてないな、射撃は。いや本当に見れば見るほど俺は残念なスタンドをなくしてしまったんやな。あれやっぱり最高でしたね。ちょっと重いっていうこと以外では。でもあの重みもあれやもんな、安定させるための重みだったんで、あれも絶対必要だったんで。いや、あのスタンドは惜しいことしたな。やっぱあれは何としてもなくしてはいけないスタンドだった。わざわざね、4月に一回沖縄でなくして、で、これはもう絶対にレンタカーの中に忘れてきたって言って取りに行ったんですけど、それを今度は8月でもうなくしてしまうというね、もう大失敗です。飛行機の頭だけあります。でこっちにダイソーがねあるんですけどね、俺ダイソーでなんか買わないかんもんってなかったかな。なんかあったような気もするんやけど、まあいいや。ダイソーは家の近くにもあるんでいいんですよ。
祭りでも受けるし。祭りでもやってるんですか。そんなんやってんの。まあこっから下はもういいか。 B2S で買わないかんもんもないし。3回タイで売った。あ、それはでもマジもんなんじゃないですか。え、祭りで売ってるのはマジもんじゃないですよね、多分。マジもんやってたらちょっとやばいな。まあでもそうか、バンコクじゃなければ 100% やってないとも言えないのか。マッサージ機ありますね。いやでも俺この最近すごいマッサージ師のおばちゃんを見つけたので、こういうのは全然もうやってみたくなくなりましたね。急激にそうなりました。じゃあエレベーターでドンと降りるか。エレベーター、ちょっと待ってよ。エレベーターの位置はこれね、妙に三角形になっててね、分かりにくいんですよね。どこがエレベーターやったんやろ。こっちやったっけ。あ、ここか。あ、でもちょっと待てよ、これ今まだ11分か。11分ってことはこれあれやな、いきなりあそこに行ってもよろしくないですね。あの駐輪場にいきなり行っても、まあ、時間もうちょいありますね。なんか誰も来てないですね、この靴屋さんとか。やっていけんのかなこれ。足が好き。あ、フットマッサージですか。フットマッサージもいいっすよね。あの僕ですね、結構こうタイ進んでいながら、まあ、マッサージそんなにはいかないんですね。あのここのとこちょっと1週間に週1でちょっと金曜日も行ったんですけども、あ、うさぎさんどうもいいねありがとうございます。今あのエカマイゲートウェイっていうところに来てます。もうちょい降りないかんとこやったっけ。オイルはハズイ。それがね、僕ね今やってるのはあの、1時間で30分ずつにセパレートさせてるんですけど、足はオイルで、上半身はそのまま古式マッサージっていう組み合わせでやってるんですよ。で、まあ、下半身の方って言っても、まあ下着も履いてるし当然で、あとは何やったっけ、あそこでしたっけ、タバコ吸う、あれあそこじゃないか、もう一個下かな。で、あとゆるいこうほらパンツみたいなのあるじゃないですか、マッサージ受ける時のマッサージ師がマッサージしやすいようにするあのパンツもあるんで、あれですね、結構普通にできるオイル、足の部分はね、なんですよ。あ、腰式は痛い。それはね、ノーネームさん、本当にマッサージ師によりますよこれは本当によります。女の人だったらね、また力が弱い人っていうのもたまにいるし、で男の人とかおばちゃんとかでもそうですけど、結構もうガンガン強く揉む人もいるしで、いろいろなんですけどね、本当に上手い人やったらちょうどギリギリ痛いか痛くないかの境目みたいなところをずっとついてきてくれるので、いやーすごい上手い人いますよやっぱり。でね、僕そのオイルの話をしたのは、オイルね、今までね結構なんかあんまり意味が分かりにくかったんですよ。あんまりうまいマッサージ師に当たってなかったんですよね。これまで多分10回ぐらいはやったことあると思うんですけど、
なんとなくこう、まあ、どういうんかな、まあ、これはこれでこうなんかこう全身をギュギュッとこうやっていくからいいんかなみたいな、全身っていうかこうあのツボをグリ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 じゃなくてこう筋のとこスーッと手をこうスーッと持っていったりするじゃないですか、こうスーッとこう、そういう意味でいいんかなと思ったんですけど、まあ、全然違うことが分かりました。あのあれ本当に血行良くなるんですね。僕初めてそれが分かりました。あとあの例えば足の裏とかにオイルとかでもその足の裏がこうあるとこうグリッグリッグリッてするのとかがやっぱりこう当たり前ですけど摩擦がね、変なこう皮膚の摩擦とかが少なくなるじゃないですか、ぬるぬるってなって、ですっごい効くことが分かりました。で上半身は正直オイルじゃなくていいのかなと思いました。もう幹部が僕の場合は本当決まってるんで、次回の僕のキャス通常か突発かどっちかな。まあでも僕のキャスって基本突発みたいな感じじゃないですかねただ僕来週は来週金曜日はおそらくですけどレコーディングスタジオに行きます。でそのレコーディングスタジオは今度は2時間しかなくて、でしかもほとんど僕が関与しなくてもいいような感じなんで、まあ、一番最後の工程でマスタリングっていうのがあるんですけど、簡単な指示だけしたらあとはもうマスタリングはほとんど向こう任せだと思うんですよ。なので、まあ、そこは配信できるかもしれませんね金曜日で。日曜はそれもスタジオ行くんですよね。それ日本時間だと、まあ、4時早くて4時、まあ、多分4時から5時のどっかでスタートして2時間あの A 君と練習します。久しぶりにもう全然お互い予定が合わなかったんですけど、それは配信できたらやりますが、あまりにも練習もしてないのでむちゃくちゃ下手なところからスタートなんで、 A 君がいつも恥ずかしがって、まあ、僕も恥ずかしいんですけど A 君が特に恥ずかしがってこんなお見せできないでしょうということで、しばらくの間練習しようって言って、それがしばらくの間の練習が2時間になって終わりっていうのもありえたりします。そういう意味ではこれ突発かな。ただ日曜はどっかで配信できるんじゃないかと思うんです。だから来週は金日両方やるかなっていうふうにはなんとなくは思ってます。ただしその次の週2週間後からは僕は塾の冬季講習が始まるんで、そっからはもうしばらく配信はほとんどなしですね。で29、30、31日 と、僕 M さん家族と僕のとこの家族で、ホアヒン旅行、まあ、これほぼ決定しましたので、この路線で、どっかで配信できるとこ配信したいと思います。29、30、31、まあ、だから29出発で31に戻ってくる感じ、30がだから中日になるんで、まあ時々配信できると思います。まあまあ、M さんとこの奥さんと僕の嫁とが、まあいるんで、それぞれにまあちょっと家族サービスで気を使ってその配信回しっぱなしっていうふうにはならないとは思うんですけど、チラチラっとできると思いますね。なんか足が良いかも。足は特にだから旅行に来てる人はそうですよね。歩き回ってなんぼの世界ですから。だからまあ足はね本当に疲れてると思うんで。かしこまりました。いやありがとうございます。すずめさん本当に。コアヒン観光地ですね。そうですそうです。僕コアヒンにはね一回もこれまで行ってないんですよ。何回か縁はあったんですけどね、一緒に行くかって声かけてくれたタイ人の方とかも、ね、いらっしゃったりしてとかもあったんですけどね。でも残念ながらまだ行けたことがないので、これ初ホアヒンです。僕
フォアヒンですよ。そうなんですよ、フォアヒン本当にちょっと楽しみです。やっぱりね、海って、あれいつでしたっけ、去年の6月かなんかに思いがけなく3連休が、僕そんなそういう連休ってめったにないんですけど、思いがけなく3連休になったことがあって、その3連休に、プーケット行ったりしたんですけども、プーケットにしても、パタヤにしてもそうなんですけど、やっぱりタイのビーチって結構騒がしいというかごちゃっとしてるとこ多いんですよね。あ、知り合い住んでる。お、そうなんですか。あ、私1回、あ、これ後で入ってきたこの米が後で到着するというやつ、スリップ米みたいなやつ多いので、時々読み飛ばしてるみたいに感じられた場合すいません。そうか、知り合いの方がいらっしゃるんですか。いいっすねそれ。あ、俺なんか買わないかんかったはずや。何が、あ、そうや、シャンプーや、思い出した。スルハの前で思い出した。俺シャンプー買わないかん。シャンプーはもうマジでギリギリなんですよね。もうあと3回ぐらいシャンプーしたら終わりぐらいの感じだったんで、これは買わないかん。そうやな、シャンプーなあ、あれ売ってるかな。あれどこのやつやったっけ。あ、これか。お、安いじゃないですか。ハーバルエッセンス199になってるじゃないですか。2個買おうかな、この際。シャンプーですもんね、もういいよね。あ、ちょっと待って、こんなんもあるぞ。ブルージンジャー新しいね。なんかいろいろ出てるぞ。これブルージンジャー。これはバーボン。マヌカハニー。これはでもそうか、安くなってないのか。そこの隣のやつはこれない。あ、これコンディショナー。あ、そうか。コンディショナーじゃんな、じゃない方のやつは売り切れてる。ブルージンジャーいいんかな。これ2つにしようか、普通に。あたた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 ラッキー。これ結構安いっすよ今回。本当にパタヤ水汚い。そうですね、いやパタヤは本当そうですよ。乱闘まで出ていってもね、昔乱闘まで出ていったらちょっと水きれいな感じがしたんですけども、僕最後に乱闘行った時ちょっといつか忘れましたけど、その時はもう大して水きれいな感じしなかったですからね。あ、俺なんかあれやな、スルハのサービスカード多分持ってたんやけど、ちょっと置きます。綺麗だった。あ、そうですか。乱闘綺麗ですか。いつ行かれたんですか。あ、でもな、乱闘もあれがあるからな。どのビーチにつけるかっていうところもあるからな。僕はちなみに、そうですね、プーケットの、どこでしたっけ、
プーケットの、コーラルアイランドという英語の名前だったと思います。タイ語ではコヘーって言うんですけど、コーラルアイランド、あそこはすごい綺麗でしたね。モルジブとか行ったらこんな感じなんかなっていう、すごい透明度でしたね。昔はね昔は。さあ、じゃあとりあえず俺はまあこれぐらいで引き上げようか。いい椅子欲しいなと思ってるんですよ。本当はそこにがっつりお金をかけたいなってずっと思ってるんですけど、なかなか踏み切れない。日本の場合98ですね。なんとか顔バーツ多いです。なんとか顔多いです。98はだからさらに引いてるよっていう雰囲気を醸し出してるんでしょうね。僕ちなみにさっきこれにちょっと座ってみ、これいろいろ座ってみたんです。実は配信始めるちょっと前に。これね、意外に1590のやつが低反発のやつなんですよね。ちょっとこう座ったらキュッと沈み込むんですけど、これ意外といいんですよね。ただね、これちょっと分かると思うんですけど、グラグラしてるじゃないですか。これ揺らしてみると軸のとこがグラグラするんで、これ壊れやすいんじゃないかという、まあ、そういう読みです。で、さすがにそういう面でも一番良かったのはやっぱ一番高い椅子でした。ここに4100バーツの椅子があるんですけども、これがやっぱり良かったな。最高やな。これゆらゆらもあんまりせん、ほとんどせんし、これは最高にいいですね。ただまあ風景がねめちゃくちゃ殺風景ですけどね。いや、これがやっぱいいよな。あ、でも5555、これ座ってないぞ。これ座ってみましょう。あ、やっぱこれはいいな、5555は。あ、でもやや合板するな。やっぱりあっちがいいんか。でも本当そうです、そうです。なんとか顔、ぬんろい顔、そんごい顔多いで、そうです、本当に。今は知らない。あ、やっぱそうか、分からないんですね。コラン15000、まあそうです、そうです、そうです。それぐらいをね、やっぱそれぐらい出さないとやっぱりちゃんとした椅子じゃないっすね。もう多分日本円にしたらどれぐらいの椅子なんかな、あれ。多分僕4000円ぐらいで買ったと思うんですよね。そう、多分1300バーツぐらいの椅子なんですけど、なんかね、やっぱり長いこと座ってるとやっぱなんかあんまりこう調子よろしくない。パソコンとかでね、結構本当に じっくり座ったりすること僕多いんで、って言いながらも時間が結構来ましたね。まあ僕もじゃあ一回ここでまあとりあえず終わって、で連絡ないんでちょっとあれなんですけど、まあちょっと連絡僕もう一回どうなってるんやって聞いてみて、まあそれによってこの後どうまた配信がどっかでできるのかどうかとか決まってきますんで、まあとりあえずもうそろそろ切ります。さあ、俺あ、コップチョークでありがとうございます。すみません、なんかダラダラしたあれで、ちょっと聞いてみようかな。はい、バッコーマイルはオーパイコーマイカップ。あ、チョンレオカップ。チョンレオのごあ、あお、カオボーはハイチョンティニポンポンチョンワイティナンデオナレオヤンガイコダイポンオーパイネレオハイバッティナイバン